生徒会長からお叱りの言葉。あの、あきこ兄さん、そういう空気じゃないっす。女の子なんだからさ、意味は知ろうか、お前は。うーん、強すぎ。コロちゃん、我が同胞すべてに対する冒涜だ。今以上に手探りだった。新垣若いな。よっぽどすがすがしいぜ。俺はくだらねえ気持ちで黙ってるやつでした。ラーメンいいな。腹減った。お、おかえり。一緒だったの。みつるさん嬉しいやろな、こうやって一緒に歩いてくれたらさ。シンジにも友達ができたんだな、ニコってなりそう。待ってくれ、新垣。副学の件考えてくれたか。2学期も始まってしばらく経つ。出席日数を考えるとなるべく早めに。ああ、迷ってるのか。行かないなら行かないってはっきり言えないな。受け取りはしたが、出すと言った覚えはねえ。今さら通ってどうなる。俺には用のねえ場所。いや、お前まともなやつだから一応行った方がいいと思うけどね。それならお前はどうして、何のためにここへ。いや、私にそれを問う資格はない。何もかも私のせいだからな。私が明彦やお前を巻き込まれ。なんか暗い話してる。もうすぐ責任持とうとする。ですぐそれに怒る。俺が誘いに乗ったのは俺自身の意思だ。その結果がどうだろうとお前には何の関係もねえ。身の程知らずのバカが身の丈に合わねえことをしたら、それだけの話だろ。身の丈なんか決めてんじゃねえよ。だったらなぜ復学まで拒む必要がある。若いのに。これから先を考えれば戻るべきなのは明らかだろう。まあ、落ち着け落ち着け。みんな前に進むしかないんだ。私も明彦も、そしてお前も。だから新垣、もう一度だけ。お前たち何してるんだ。あ、サラダ。さては、不登校の不良生徒に生徒会長からお叱りの言葉か。あの、明彦兄さん、そういう空気じゃないっす。明彦、やれやれ。じゃあな、生徒会長さん。そこを不良の俺は部屋で反省するからよ。待て、話は終わってないぞ。明彦、どうしていつも。場が悪い。キョトン。話が見えないか。何かまずかったか。ちょっとちゃうっすね。ちょっと、筋肉バカとは俺はちょっと先輩には言えんけど、ちょっとタイミング悪かったっすね、多分。そう言われてもな。そうなんすけど、そこを読むんすよ。まあいい。いつものことだ。後で適当に謝っておくさ。後で適当に謝るな。漫画喫茶ってもね。まあでも結構楽しそうだけどね、漫画喫茶で漫画読みまくるみたい。私お金あったかな。お財布事情。あ、やだ、お財布ない。落とした。あら、ちょっと駅まで行ってくる。いや、一緒に行こう。にそういうのは一緒に行こう。絶対ここで待っててよ。私は平気だから、追いかけてきちゃダメだからね。え、なんでそんな釘刺す。え、行くでしょ。要素見に行くね。いや、行くよ、そりゃ。そんなことだろうと思ったわ。おとなしくしときゃ財布だけで済んだのに。取ったの認めてて、くさーすんならねよ。相手になるぞ、かっこよすぎる。え、どういう状況。まあ、やっぱりウカリッチはすられたの確信して取り返しに行こうってなったんだろうな。いきなりシャシャリ出て、なんだてめえ。彼氏だ。わわ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 。なんかここで彼氏だっていう意味なくない。守る理由が必要だろ。言うとか、もう、まあ、海辺で熱い抱擁を交わしたもんな。彼氏だが。もうだってこんなん言ったらさ、ヒュースって植えついねーとか言ってバカにされるじゃん。んなこと聞いてねえだろ。でもね、お前が正しいよ。
ことこれに関してはお前の感想が正しいよ。ボコすのが正しいか別として、いや俺もそんなこと聞いてないよなって思いながら答えたもん。土星論。あ、喧嘩なった。 ありがとう。え、リアルどうにかなんのそれ。男3人に勝てるわけないじゃん。床に関してされた。ちょっと引かれてない。ちょっとやっぱ違ったくね。 お前ら、おいおい、なんかちょっとちゃうくない、なんか反応。あ、ありがとうって言ったよ。けどちょっとやりすぎだよ。ああ、ボコボコにしたの。男3対1そんなボコれんの。まあ、実際あのペルソナの世界で視線をくぐり抜けてたら確かに素人相手かもしれんけど、ボコボコにすぎて引かれたな。さ、なんで来たの。待ってたって私言ったよね。まあ、ゆかりっちでもボコれそうだけどね。なんで助けに来ちゃうの。まあ、でもあなた部活とかあるでしょ。僕フリーなんでね。私をバカにしてるの。なんでだよ。なんでだよ。そうはならんだろ。財布だって自分で取り返したんだから。まあでもあれだね、ゆかりち、もうお母さんが辛い時に人に頼りまくっているのが嫌だったと。だからそんな時でも自分で乗り越えたいっていう思想を持ってるからね。だからこう余計なお世話って気持ちなんだろうね。私は一人でも大丈夫なんだから。うん、女の子なんだからさ。意味は知ろうかお前は。おい、今のツッコミおもろくなかった。今のツッコミおもろいで。お前らエミヤシロ知らん。セイバーは女の子なんだからさ。一生言う、あいつ一話のうちに4回は言うからね。正直お前と落とすやろ。まあ頼ってもいいのにはなんかちょっと違うね。悪かったでいいか。悪かったと言いつつまた助ける勝手に。まあこうやって悪かったって言わせるのも違う気もすると思うんだよね。いや、そうそうってなると思うんだよな。っていうのを読んで悪かった。降参読み降参。よかった、ゆかりちやっぱ優しい子だからね。うん、もう大丈夫だからごめんね。危ねえこれ。今エミヤやったら終わってたね。これゆかりちブチギレよ。私がか弱いからって助けた気になってるつもり。じゃあエミヤくんのエミヤだとマジでコミュ発展しないだろうな本当に。ペルソナの世界線だと1から10まで教える気はねえが、隣で手本見せるぐらいはしてやる。こっちも張り合いがあるし。料理大好きや。究極天丼。今日は食ったら上がれ。片付けんのは俺がやってくる。うーん、強すぎ。コロチャ。コロマルの晩飯作る。恥ずかしがんなよ。なんだこいつ。あぶね、あやくトリコが騒ぐとこだった。なんか文句あんのか。いやないっすけど。いやないっすけど。え、何も言ってないじゃないですか。え、いいっすけどね、コロちゃんで。なんすか。あ、復縁？復縁はちょっとちゃうか。復縁は違うか、復学か。言っとくが、学校に戻る気になったわけじゃねえ。え？中身は休学更新届。あーね。正式に休学をどうするね。活動部続けるのに退学ってのも筋が通らねえ。席を置いたまま休学続けるってのがいい落としどころだろ。なんで俺が直接渡してくださいよ。俺からだとまた話がややこしくなる。まあ受け取りたがらんやろし。お前は霧状に頼りにされてるみたいな。もう挟むな、もう気まずい関係なのにわしを。いいけどまた礼はするから頼む。飯を買ってくださいよ。あ、サラダ。昼間からこんなところで何の相談だ。また間が悪いな。その封筒は見られた。学校に戻るつもりってわけじゃなさそうだな。おい、なんすか。シンジがこれ以上休むならめでたく来年から同級生だ。まあそうっすね。順平と一緒にタメ口の練習しとけよ。なんなら顎で使ってやれ。なんか秋彦なりの煽りなんだろうなこれ。そうなりゃおとなしく退学だ。この戦いも来年までにはケリがつく。学校にしがみつく。一緒に3年生やりましょうよ。修学旅行一緒に行きましょうよ。敬語使うからさ。ミツルがどんな思いで復学届を託したか、お前にだってわかる。いいじゃないですか、1年ぐらい留年したってあんま変わらんて。言わせないぞ。
お前が言った約束をな。悪かったな。結局面倒に巻き込んじまったな。そいつのこと頼んだぜ。いや、そいつのことって何？真田のこと？いや、俺はもういいよ。これ渡すだけでええて。信じが自分のことを誰かに頼むとはな。口じゃ言わないだろうが、お前のことを随分信頼してるらしい。まあ、めちゃくちゃ料理付き合わされるからな。先輩ほどじゃない、立てとくか。元の男を。そうかな。あいつとの付き合いは長いが。もうお前らも素直になれよ。近すぎる間合いがあだになることもある。ああ、まあでもそういう瞬間あるか。難しいもんだな。まあね。真珠の復学に関しては、俺はもう何も言わない。うん。お前がいいようにしてやってくれ。よろしく。オッケーっす。修学旅行一緒に行くんで。あ、まあね、真っ直ぐから台風？あ、風強いね。あ、出た。日中に会うのはこれが初めてですね。捕まりますよ。せっかくです。少し話しましょう。はい。いや、ちょっと借りてへんけど。台風来るよ。私は気にしません。行きましょう。いや、俺はするんだよ。もう電話番号教えるから電話じゃあかん？こちらの同胞があなた方の厄介になっていましたね。まあ悪いようにはしてないですよ。彼女は息災ですか。うん。世話をするのも楽ではないはずだ。そろそろ抑えも効かない頃でしょう。エル様ね。それともすでに殺してしまいましたか。お前らと一緒にすんな。殺しはしない。まだ生かしていると。これからも生かすよ。それなら制御剤を使ったのでしょうね。うん。霧城の庇護下ならそれもうなずけます。それに彼も戻ったのでしたね。制御剤の副作用って何なんだろうね。それが分かんねえわ。制御剤を知っているのならば話は早く済みます。てか俺は知らなくね。あの場に居合わせないよね。想像できますか。暴走したペルソナの末路を。ペルソナ使いが自らの半身たるペルソナに殺された結果を。それが君なんじゃないの。あなたはもうそれに出会っている。この私にね。この力は誰もがやすやすとは使えるものではありません。それは力に覚醒させられた者たちであっても代償を払い死と隣り合わせになることでしか得られない我々を我々たらしめる力です。なのにあなたはそれを複数使いこなす、うん、あなたは影時間という世界に愛された我々からすれば妬ましいほどに。今一度問います。その特別な力なくすには惜しいと思いませんか。ああね、はい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 。仲間のためだ。あなたはまだそのようなことを。あなたのその無関心、その傲慢さは我が同胞全てに対する冒涜だ。そして何よりもこの私への。すごく執着してるやん俺に。心変わりはないようですね。羨ましいだけやん。相反する意見を持つ者が互いに道を譲らないのであれば衝突は必然だ。台風来るんでまた今度にしません。我々の決着は我々の時間につけるべきでしょう。残念だ。でも実際影時間をうまく利用したら何が得するんだろうね。あんまりよくわかってねえや。君たちが来る前の我々について話したことはなかった。聞かせてください。特別課外活動部は実質3人でスタートした。中等部の時に私が秋彦を誘い、その後を追うように新垣も入部したんだ。何もかも今以上に手探りだった。新垣若いな。入学当初ね。みんなまだ幼く未熟で情報もろくにない。そりゃね。タルタラスへと赴いたところで入り口付近をうろつくのが精一杯。今のように本格的な探索など夢のまた夢だった。そりゃそう。まあ風花が結構でかかったからな、存在として。活動を始めてどれくらいだったか。我々はある約束をしたんだ。お、誰も欠けることなく必ず3人で卒業。ああ、そのかけることなくっていうのは影時間でまあ命を落とさないようにって話だよね。
でもなんか確かに今こうやって休学されちゃって3人で卒業しようが叶えなくなっちゃってるかもか。あの頃から秋彦は無茶をするやつだったからな。命がけの戦いであることを忘れるなと新垣が言い出したんだ。もう新垣お前が一番まともだもん。お前と天田だけ散々見てきた。今日一日であまりに自罰的になっているように見える。まるで自分の身を犠牲にすることを望んでいるかのような。だからあの約束と一緒に少しでも自らを顧みてくれたらと思ってな。まあ学校辞めずに住んでるからな。本当にこれを渡していいのかよく考えた方がよさそう。どうした？え、待って待って、説得しろってこと？うわ、むずー、ここ結構変わりそうだな。いやまあちょっと聞いてみるか。ちょ、俺からも聞いてみますわ。ああ、それは構わないが、書類の不備か。じゃ最後に。君がそう言うなら任せよう。新垣にもよろしく伝えてくれ。ちょっと、やれやれだぜ。で、なんでまだそれ持ってんだ？いや、ちょっと渡そうと思ったんすけど、なんか向こうの気持ち聞くとちょっとな、もう一回やらしてえなと思って、まあ、考え直せは。今度はただの使いっ走りってわけじゃなさそうだな。いやまあそうだが、復学はしねえ。お前には言っとくが、俺の体は長くは持たねえ。薬でどうにかごまかしてるが、いずれそれもできなくなる。そんな、なんでそんなことに。初耳です。薬の副作用。知らずのバカが身の丈に合わねえことをした報いだろう。まあ、結構スキルがこう体に無茶してるというか、まあね、血流したりみたいなね感じだったもんね。俺の体だ、俺が一番よくわかってる。どうにもなりゃしねえんだ。あんたは医者かなんかか。楽しい思い出がそいつの人生の支えになるみてえに、てめえが起こした間違いもいつまでだってついてくる。何なん間違いって、何したんすか。残された時間じゃその後始末で手一杯だ。残された時間ってどんなもんなんよ。約束忘れんなよ。相変わらずずけずけ言いやがる。だが悪かね。あっちはそれをどうにか守ろうと。くだらねえ気回して黙ってる奴らよりよっぽど清々しいぜ。俺はくだらねえ気回して黙ってる奴でした。ギク。おまあな、どうしても気になっちまうから、気になっちまう性分でな。俺は、俺なんかに構ってる暇があったらもっと他の奴を大事にしな。なんだなんかって。特にアマダなんてまだガキだ。いやそれはそう、いろいろ無理してんだ。マジでそれはそう。無理してるやつには無理してるやつがすぐ分かるんだな。俺にできることは何でもやるが、その後は。だったら復学しろ。頼んだぜ。おめえも死ぬんか。まあ直接渡すのが筋ってもんだ。面倒かけてな。なんとか気を。先に出てろ、今日はおごりだ。うっ、どうっす、うっす。今、俺今ね、あのドア越しにめっちゃ聞き見えたってる。何やんだろ。ごちそうさん、勘定頼む。え、毎度。先払いじゃないんだ。これ別にさ、ベストアンサーがなかったとかないよね。こうなるよね、これ。なんか選択肢で分岐してたとかやったらちょっと俺、へこんじゃうけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも